R1、R2 イコール1 k o R3、R4 イコール1 0 k o フリップフロップは、日地法の基本である1ビットの情報を一時的に、0、または1の状態として保持することができる、論理回路で、順序回路の基本要素である。使われる場面によっては、レジスタとも言う、コンピュータの主記憶装置や、キャッシュメモリ、レジスタを構成する、基本回路の一つである。 組み合わせ回路を単位なる組み合わせ論理を実現する回路としてでなく入力に対して遅延した出力を入力側へフィードバックすることで情報の保持に用いるところに特徴があるこれは組み合わせ回路では一般にネガティブな性質とされる入力信号に対する出力信号の遅延をフィードバックループを構成することで逆に利用しているところが興味深いその構造は 軽電気を用いた自己保持回路にも類似している。フリップフロップはその構造上揮発性である。すなわち情報は通電中のみ保持され、電源が遮断されると保持していた情報は失われる。フリップフロップで構成するラムを SRM と呼ぶ。ラッチの一種とすることもあるが、セットリセットとトランスペアレントタイプのみをラッチとすることもあり、また、エッジトリガータイプを同期式。 フリップフロップ、セットリセットとトランスペアレントタイプを非同期式、フリップフロップなどとすることもある。なお、フリップフロップの語源は、シーソーの左右の傾きや、ビーチサンダルを履いた時の音のパッタンパッタンの、擬音から名付けられたもので、方向転換や、態度や、決定の転換なども意味する。フリップフロップは、内部が論理回路で構成され、 データの記憶機能を備えているため、例えばコンピュータの記憶装置を構成する回路、すなわち SRAM としてよく用いられる。論理回路ではなく、コンデンサの充電状態を使用した記憶方式である DRAM と比較した場合、コンデンサの自然放電によるデータ消失を防ぐための定期的なリフレッシュ動作を与える必要がないため、記憶領域へのシンプルかつ高速なアクセスが可能である。 ただし、1ビットあたりのトランジスタ数や、その配線が D ラムと比べ複雑になるため、ビットあたりのコストは高くなる。このような性質から近年では、比較的小容量であっても高速性が求められる、揮発性ラム領域においては、フリップフロップベースの SRM a を CPU のレジスタやアドレスカウンター回路と、組み合わせ高速なバースト転送を行うことが可能な。 キャッシュメモリや DSP 分野などに採用し、その一方で、比較的低速であっても大容量が求められる。一般的な揮発性ラム領域においては主に D ラムを利用するといったように、それぞれの特徴を生かした使い分けが行われている。フリップフロップはその構造と機能によって、RS 型、JK 型、D 型、T 型といった種類に分類される。RS という名称は、 リセットとセットの2入力の信号名に由来する RS 型フリップフロップのブロック図と真日表を示す表で禁止とした状態の入力とした場合の動作は一般に不定である内部の実装方法によっては意図的に利用できる場合もあるが集積された機能 IC 等で最も扱いが厳しい場合はそのような入力にすることは禁止されている場合もあるのでここでは 安全側として禁止とした。詳細は、ラッチ回路の記事の SR ラッチに関する記述を参照すること。ポジティブエッジトリガーの JK 型フリップフロップの回路、記号ナンゲートによる JK 型、フリップフロップ JK 型フリップフロップのタイミングダイアグラム名前の由来は不明である。JK 型は同時に2つの入力を H にできるのが RS 型と違い。 そうした場合、クロックごとに出力が反転する。JK 型フリップフロップの内部回路の構成図と、心理地表を示す。名前の由来が不明であるため、集積回路の発明で有名なジャック・キルビーが、この回路の開発に携わった際に、セット用及びリセット用の入力端子の名前に J と K を割り当ててから JKFF という名称が使われるようになったという司会の功労者に、 月物の都市伝説、クイーンをジャックとキングが奪い合う、などが代表的なものであるが、そういった俗説が多数あるのが変わった特徴ともされる。D 型フリップフロップの回路記号、D 型フリップフロップの内部回路の構成図と心理地表を示す。D 型フリップフロップは C 端子の立ち上がりエッジで D 入力の値が吸出力として保持される。 D 型フリップフロップとして作られているロジック IC にはプリセットクリア端子が備わっているものもある。T 型フリップフロップの回路記号 JK 型の J と K を1にしたものと同じ。T 型フリップフロップの内部回路の構成図と心理地表を示す。T 型フリップフロップはカウンタートグルフリップフロップとも言われる。T 端子の入力が一周期変化するたびに出力が 反転する。主にプリセットは機器に電源を投入し、電源電圧が所定の安定した値になった後にフリップフロップの出力状態を所定の値として機器の動作開始前の準備のために使われる。クリアもプリセットと同様な使い方をする場合があるが、機器の動作中のクリアに用いられる。ただし、プリセットとクリアを どのように使うかはあくまで機器の論理回路の設計に依存する。すべて標準ロジック IC として提供されている。必要なピン数は4つから6つ程度なので、1つのロジック IC に2つ以上含まれていることがほとんどである。ありがとうございます。